マンゴー尽くしのスクエアショートケーキ。スポンジ生地、卵白3個、砂糖60時、卵黄3個、薄力粉90時。ボールに卵白を入れ、ハンドミキサーの低速にかけてほぐす。砂糖を3回に分けて加え、その都度ハンドミキサーの高速で角が軽く立つまで泡立てる。 卵黄を加えてハンドミキサーの低速で全体になじませる。薄力粉を2回に分けてふるい入れ、その都度ゴムベラで混ぜ合わせる。ホイッパーに持ち替え、優しく回して生地を均一にする。型に生地を流し入れたら竹串を回し。 型ごと上から数回落として気泡を抜く。約7 0度のオーブンで30分焼く。ある程度冷めたら型から外してオーブンシートを剥がし3枚にスライスする。マンゴーゼリーマンゴー缶詰 430G 水80メートルエール、レモン汁 10G、ゼラチンガジー、水25メートルエール。マンゴーをシロップと共にミキサーにかけて滑らかにする。水、レモン汁と共に小鍋に入れ、沸騰直前まで中火にかける。火を止めたらゼラチンを加えて溶かし混ぜ、容器に移す。 ホイップク,クリーム、生クリーム、200メートルエル、砂糖 10G。ボウルに生クリーム、砂糖を入れ、ハンドミキサーの高速で軽く角が立つまで泡立てる。土台となるスポンジ生地1枚を型の底に敷き、その上からホイップクリームを薄く塗り広げる。マンゴーゼリー半量を流し入れ、全体に広げる。 一度冷蔵庫に入れてある程度ゼリー状になったら2枚目のスポンジ生地を重ねる。1段目と同様に繰り返す。3枚目のスポンジ生地を重ねたらその上からホイップクリームを薄く塗り広げる。ケーキの端を切り落とし残りのホイップクリーム マンゴーをトッピングする。 ご視聴ありがとうございました。